スペシャルゲスト、日本連長崎、高田明社長にご登壇いただきます。皆さん、大きな拍手をお迎えください。これ、ブラボーグッズってすごいですね。もう結構他のチームにコラボしてます。
で、もっと広島の方でどんな街かなと聞いてやりたいと思うんですけど、今まであまりやってないんですけど、どうですか、川崎が、はい、マッチに近いということで、ありがとうございます。じゃあ、せっかくですので、はい、このコラボグッズについて、実際にこのコラボグッズを開発、制作担当したうちのスタッフにも来ていただいて、ちょっといろいろこのコンセプトなどを伺っていければなと思いますので、はいはいはい、早速ご紹介させていただきましょう。皆さん、なかなか何も上がってきちゃいましたね。彼、別の担当の小山君っていうんですけれども、ちょっと最初、コラボするときに、こういった表舞台に出るのが、なかなかないことで、すごく緊張しているというところですので、皆さん、温かい目でご覧になっていただければと思います。コラボグッズ説明なさることなんですね。そうです。はい、よかったら、ジャパネットの MC に持ってきました。ね、もしよかったら、はい、今日はじゃあ、審査のことで。お名前が、はい、小山君。小山さん、はい、じゃあ、早速ご登場いただきましょう。小山さんです。よろしくお願いします。真ん中の後ろ、ぜひ真ん中に、すいません、真ん中に、はい、立っていただいて、で今もこちらの方ですね、コラボグッズの一覧の感じがありますけれども、はい、まず最初、じゃあこのタオルからご紹介していきましょうか。タオル、はい、コラボグッズのタオルですね。タオルは、実際にフロンターレのカブレアティーマスポットのビビ君、初コラボということで、大きめにビビ君乗せていただいて、で初対戦のメモリアルを意味する2018年7月20日、ニノルキスタジアムというものを含めて、まあ、せっかくのコラボグッズでもらって、タオルマンを中心に計10種類これは今から川崎さんとも伺っていきたいと思うんですが、一言にこれ初めてですよね。三原さっきは皆さんご存じ、初めて J1 になりまして、皆さんにお邪魔したわけですよ。これ簡単にいいですよ。もう2年3年は初めてになったんですからね。世界の価値があるといって、今はこれさ、そうです、ビリコン。はい、そしてこっちがカブレラという、あ、先ほどの、はい、ちょっとこちらにも、はいはい、ちょっと見ててね、ちょっとすごい、こっちが可愛いですよ。圧倒的に見ていいこれで、ね、今で勝ちましたよね。はい、カスケラとかもあるんですか。そうです、カスケラが、はい、カスケラになった、はいはい、カスケラっていう新しい長崎の名産のカステラをこちらで多くなるのに見させていただきました。チャンプンもあるんですよ。そうです、長崎の名物、ブルーシャーとかありまして、ブルーシャー、ドランダムだとかありますよね。カモを意味するこちらのタキールというブルーシャーとかあります。これいくらですか。これは2160円。安いこれ安いですよ。これもうちょっと上げてもいいんじゃないですか。ね、ところですね。これはもう本当に汗を払いつつ、汗を吸って、そうです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 、これはフロンターレの時は、フロンターレのサポートは試合の得点が入った時、はい、得点が入った後に皆さんで歌を歌いながら、これ皆さんちょっと僕歌に合わせてよろしいですか。はい、皆さん、はい、いきますよ。じゃあ今度入りました。ウォーボーボーボーラブ川崎ララ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 やった方がよろしいですか。若くするやつが出る前に。そうなんですよね。チャンスいっぱいあれば、そういうのがたくさん回ってますもんね。この試合はもう出る前にやったらどうですか。どうでしょうか、皆さん。もう最後まで機会がないと思いますけど、勝手に言ってますね。すみませんけど。でもいいですね、本当にね。はい、これは勝っていただきたい。でも、あれだけの気がする。すごい人になっていて、はい、もう3年半飲食店もしてましたよね。はい、そして何があるんですか。はい、これは、こちらに今話題になっているリミットキーホルダーなんですけど、おー、これ3年分ですね。3年分、うちの中のリミットキーホルダー、これかわいいですね。これ、本当
ただ、我々ことはトレーニング、
長崎の地に、今度は9月ですね、はい、我々行くので、逆にその時に、はい、コラボグッズをまた作れるような姿を、ね、はい、ということで、今ちょっと実は僕たちスプライターなんですけども、中田社長にちょっと。ご相談とお願いがありまして、今回ですね、ミミ君と長崎のコラボグッズを作らせていただいたんですが、はい、まだ社長とのコラボグッズを作らせていただいてないので、ありがとうございます。はい、ちょっと、はい、折り入ってお話をしましょう。それは9月にね、18日か20日まで発表したんですよね。はい、発表者も来てくださいね。あの、はい、行きましょう、皆さん。皆さん、覚えてた方は。いや、大丈夫ですか。僕はね、サッカーを思ってて、サッカーのことですけど、思ったのは、君の方とは、あの人のホームじゃなくて、僕はホームの中でサッカーの人を頑張っていくんじゃないかと思いません。我々も長崎にたくさんいっぱい国を努力しますし、皆さんが長崎に来て、やっぱりもう幸せを感じて、平和を感じて、そのホームが国がね、行くことが、日本のサッカーを世界に、やっぱり長崎もしていくことにつながるんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか、皆さん。来てください。待ってますから。拍手したものは全部覚えましたから。はい。もう僕たち、はい、写真撮ってるんで、カメラ回してるんで。はい。大丈夫です。ちなみに長崎に、ここに行ったら、ここに行ったら、ここに行くとすごくいいよみたいな。それを写真撮ってきて、写真撮ってほしい。フューチャーに、ジャパネットのフィルがあります。そこを、そこをまず見ていただく。はい。あ、ハウステンボス。ハウステンボス。面白いですよ。素晴らしいことです。はい。はい、それからもう、今度、ちゃんぽん番長のご登場です。拍手をお迎えください。なんですか、僕らの時の1キロ。
ちょっと狙ってるんですね。じゃがいも、じゃがいもバッチョで。大丈夫ですか今の。そうですね、はい、ありがとうございます。カメノリですね、後ろダリーザーは水谷さん、水谷さん、リミコ、これございますね、はい、開催者も開催してくれますか。今日はですね、生まれの方が5名ですね、次は5名ですね、チェックイン、チェックイン入っております。何回何回でどっちですか。今日はですね、集合して、高田社長と機内撮影の方をさせていただきたいと思いますので、マスコットのみんなはじゃあこちらの方に来ていただけますか。マルンタ君、マルンタ君、こちらはフロンタ君でございます。はい、カメラ君、はい、やっていただきます。マルンタ君、入れ替えてますよ、ワルンタ。本像はこちらでよろしいですか。本像の位置はこちらでよろしいですか。はい、じゃあ皆さん、はい、じゃあ高田社長を真ん中にしていただきまして、フォトセッションと、終わりたいと思います。そしたらちょっとごめんなさい、僕はあのカメラ業界の方を見たのですが、昨年一番僕はまず打ち上げで設定しましたが、右を見ましょう、で真ん中で座ってもらいたいですね。じゃあ皆さん右を見て先に言いますよ。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ右を見てお願いします。